どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこの小さなウクレレを使いまして、いろいろな曲に挑戦してみましょう。さあ、今回は、あいみょんのマリーゴールド。こちらの曲をこのウクレレでガズレレ流簡単バージョンでやってみようと思います。はい、実はこの曲2年前に一回取り上げているんですけど、その時はブリッジパートって途中のね、遥か遠い場所にっていうところをカットしてたんですけど、そこもやります。そしてさらにかっこよく、さらに充実して、さらに簡単になった改訂版、2020年改訂版としてアップロードします。さあ皆さん音楽始めましょう。こんな時だからこそ、じっくり音楽始め。今まで音楽苦手だな、私やってみたいけど、憧れちゃうけど、きっと私に無理だな、不器用だしという皆さん。今この時間と、このウクレレと YouTube を使って、どんどん音楽始めましょう。今ご覧になっているこのガズレレ YouTube 見てるだけで、どんなにその未経験の音楽のセンスゼロの方でもですね、もう誰でも、みんなすぐに音楽ができるというプログラムを組んで、もう皆さんシェアして、もう日本中、世界中で今やっていただいております。ぜひ皆さんも始めてください。もうちょっとしたらここにリンクあります。このリンク先に行って、ずっとその順番通りに動画見ながらウクレレ触ってるだけで、あっという間にできますからね、皆さん。始めましょう。じゃあリンクあります。初心者さん、行ってらっしゃい。クリック。行ってらっしゃい。そこには今までガズが取りためた、ありとあらゆる音楽ジャンルの曲がウクレレで超簡単に弾けるようにしたレッスン動画がすでに1100、いや、1200曲ぐらいもうアップロードされております。最新 J-POP、定番 J-POP、昭和の夏目の歌謡曲、演歌、洋楽、ハワイアン、アニメソング、映画の曲、どんな曲でもウクレレで簡単にやっています。今度から音楽聴くからやるに変えていきましょう。それでは、まず最初は超簡単バージョン、マリーゴールド、アイミョン、やってみます。 二人の影を残すから、いつまで
ルのマリーゴールドガズレレ流超シンプル簡単バージョンやってみました。今のはねあれでも結構長い3分4分近くあるんですけど、あれでもショートカットアレンジになってます。2番とかをカットしてるんで、フルでやってみたい方はどんどん2番の歌詞、あ、コードはね1番と一緒ですね。歌詞を書いてオリジナルの楽譜を完成させてください。で、動画と一緒にできた方もやっぱり自分で書き出してご自身だけで歌えるようになるのがいいと思います。その時の参考になるようにガズのノートを見せようと思うんですけど、見てください。必殺です。今日は2枚に渡っちゃいました。はい、そういうことなんですよね。これね、結構このフルでやろうと思うと長くなっちゃうんですけど、どんどんこれ書いていってくださいね。で、今日ね、最初に言っときますけど、コードは入門コード5個なんです。後で解説しますけど、なんでコードは簡単だけど、これね歌ってみたらわかりますけど、歌のメロディーラインとか言葉のタイミングめちゃくちゃ難しいというか、あいみょん節です。これがねスコンとハマるようになると気持ちがいいんですけど、はい、そんなこと意識しながら、これじゃあ一時停止でメモってってください。これねイントロですね。で、こっから歌が始まります。はい、まずここね、はい、これね歌い回しがね、言葉を乗せるタイミングがすごく難しい。裏がいっぱい入ってくるんです。裏のリズム、はい。まあでも聞き込んでる方は自然にねマスターできると思うんですけど、一時停止でメモっててくださいね。はい、じゃあここ B メロからこのサビですか。あ、ここツタタタとか書いてあると後で解説、決めが入りますね。はい、一時停止ね。ちょっと見づれいなって方は、動画内のテロップを一時停止で書いてもらうのもいいと思います。それでここが前回の省略してたあのブリッジパートです。遥か遠い場所にいても、ここね、ここがやっぱねいいですよね。ここ、それでここをやって、このブリッジパートが終わったら一回サビに戻るっていうことは、ここに戻ったんですね。で、ここ戻って2回目に来た時はこの上のここになります。歌詞が離さないからここです。ここ I love you のという最後のサビに流れていくということでございますね。で、ここは最後エンディングのところに、ここかかってきますね。そしてここまで来たらイントロのフレーズに戻る。ここにイントロフレーズ、イントロフレーズのここです。で終わったというのがガズレレオリジナルアレンジでございます。結構大盛りですね。こんな感じになってます。はい、でさっきもコードを言ったんですけど、今日はねコードはすごい簡単なの。 C と Am と F と G7 と Em、 この超絶入門コードの5個でね、たった5個ですよ。やっぱりねコードね、コード5個でもういろんな世界が表現できる。これ本当恒例だと思うんですけど、ぜひ皆さんこの5個のコードマスターしてください。この5個のコード一応今日シェアしておきましょう。これ、はい、ドン、ガズレレ必須コード。このガズレレ必須コードというのは一体何かというと、皆さんウクレレで音楽始めようと思った方、まずですね、ウクレレにとってものすごい仲良しのコードのグループがあるんです。それをガズレレ必須コードと言ってます。コードっていうのはこういうやつです。つまりね、これ音の要素なんですけど、これを組み合わせてメロディーを乗せて音楽にしていくんですけど、このコードっていうのはですね、もう星の数ほどあるんです。で、全部覚えようと思ったらもう大変だけど、そんな質問はまずないと思いますし、まずですね、もう何にも分かんない方はこのウクレレにとってめちゃくちゃ便利なこのガズレレ必須コード最初に覚えちゃってください。10個あります。10個もあるのかと思うかもしれませんけど、1個ずつ見たらこれも1個のコード、これも1個のコード、簡単なんですよ。なんだけど10個いっぺんに覚えようと思うとちょっとコツがいるんで、まあ私の動画、ここに貼っておきます。ここの動画見るだけでスイスイ覚えられます。親戚とか三兄弟とか、そんな感じで楽しく覚えるのがコツなんですよ。で、この10個のコードを覚えておくと、今ご覧になってくださってるガズレ YouTube チャンネルでやってる1200曲ぐらいのウクレレレッスン曲、ほぼ8割9割できちゃうっていう、もう魔法のグループなんで、最初に覚えましょう。はい、その中の5個なんでね、今日は相当な入門コードです。ありがとうございます。はい、はい、そしたらリズムの解説していきましょう。ここからかっこいいバージョンの解説ということになります。かっこいいバージョンはこのリズムでいきます。ドン。8ビートのチャ、これはどんなリズムかちょっとやってみます。ワン、ツー、スリー、フォー、ドン、チャッドス、チャッドン、チャッドス、チャッドン、かっこいいでしょ。これはね、よく言ってるんですけど、ドン、タッド、ツッド、タッドッド、ドラムをイメージしてる。ドン、チャッドス、ツッド、このチャがスパーン、スネアドラムの音だというふうに私は言ってますけど、これね、マリーゴールド、あいみょんさん あのオリジナルの音源を聞きますと、やっぱドラムのね、こう、ドン、このワイルドなドラムの感じが出ててね、やっぱロックだなという感じで、その疾走感を右手で表現してるんですけど、この8ビートのチャというリズムを主にやってみようと思います。で、サビで一回戻ってきて、麦わらのって戻るとこ、ブリッジの後のところでは、アルペジオ、やってみようと思います。ちょっとグッと落としたいんですよね。そこで、麦わらの、もう一度君が、こんな感じでアルペジオでやってみようと思います。
なんで今日は8ビートのチャがほとんど 80%、90%、ちょっとだけアルペジオということ、2つの弾き方やってみています。この2つの弾き方は動画でマスターしましょう。はい、ここにリンク貼っています。このリンク先は、ウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚で、その中から8ビートのチャとアルペジオを動画でどんどん練習して、ものにしていきましょう。まずアルペジオはですね、最初難しいかなと思うんですけど、結構これはですね、すぐできるんですよ。ただし、一緒に歌うときちょっと難しいんで、リズムキープが難しいです。で、8ビートのチャはいつも言ってるんですけど、まず、8ビートのチャができる前に、その前に8ビートという超基本のリズムがあります。8ビートっていうのはこうです。これができるようになって、この次のステップとして8ビートのチャ。チャ、チャ、チャ。はい。こういう風に段階を経ていますので、まるでストロークやったことない方は、まずは8ビートからやってみてください。これはですね、もうゆっくりこう体を乗らして、リズムにこうね、こう、ほんとなんていうのかな、船に乗ってる感じのイメージが出てます。その一緒にこう進んでいくみたいな、大きなイメージを持ってもらうと、リズムがどんどんね、良くなると思います。で、やってみてください。はい、そして曲の中で、この曲はね、結構その、スケールが大きい感じで、淡々と進む感じなんですけど、一箇所決めをね、一箇所というか二箇所か。入れようと思います。ここ見てください。ここが、麦わらのなんですけど、要は B メロの一番最後のところの、ここのところに、ちょっとテロップで書いておきますと、ツタタタタタタタってやってみようと思います。目の前でからやってみます。ワン、ツー、スリー、フォー。目の前でずっと輝いているし、合わせ、ツタタタ、麦わらの。はい。ツタタタタタタタ。これ、茶ですね。はい。ちょっとここでも同じような決めのところがブリッジパートの一番最後のところにありますようにつたたたた、ここから麦わらのサビに戻るということになってます。はい、たた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 、はい、これを入れてみましょう。なんでは私のノートを見ていただいて分かると思うんですけど、このガズはですね、この点をすごく書いてるんですよね。で、この曲はさっきも言ったんですけど、こう大きなスケール感でこうゆったりと力強くこう前に進んでいくようなイメージの曲だと思うんですけど、やっぱり歌です。歌のリズムと音程。これはね、かなりのハイレベルだと思います。まず歌い出しのところで見てもね、ワン、ツー、スリー、フォー、風の強さがちょうど、こう後ろで、ツタンツタンツタン、こう裏で追いかけてくるような言葉なんですよね。もうだから、リズムをこうやって、風の強さがちょうど、このくらい体をクッくっとこうリズム4つで取っといて、その上を言葉がこうスキップして、タン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 、こういう風にスキップしているような言葉。はい。これはね、なかなか、いつもね、普段もうすごい聞いてる方は結構いけると思うんですけど、ちょっとやってみようかなと思って、いざやってみると、本当にこれはね、言葉の乗せ方と、あとメロディーラインもね、もうあいみょん独特のやっぱ世界観。これかっこいいんですよ。まあ、皆さんこれね、歌ってみたらわかります。これもう相当奥が深いです。コードはめっちゃ簡単だけど、そういう意味ではものすごくこう音楽的レベルも高い曲で、リズムのね、すごくいい勉強になるんじゃないかと。これリズム8ビートで弾いて、この歌しっかり歌えたら、相当リズム感はバッチリになると思います。16ビートっぽい言葉なんだね。はい。そんなことも意識して、あとはやっぱりこの歌詞の内容ですよ。歌詞の内容やっぱりなんつうのかな、こうイメージが浮かびますよね。マリーゴールド、麦わら帽子をかぶってんだなとか、そういうイメージがすごい大事じゃん。そういうのがクッと一つの塊になってこう、ドーンと音楽になる。やってみましょう。それであいみょんのマリーゴールドガズレレリューかっこいいバージョンやってみる。ワン、ツー、スリー。タンタン。懐かしいと笑えたあの日の恋、もう離れ
月のこと懐かしいと笑えたあの日の恋もう離れないでと泣きそうな目で見つめる君もこのような優しさでそっとぎゅっと抱きしめて離さない I love youマリーゴールドかっこいいバージョンやってみました。あーいいですね、このやっぱ8ビートの疾走感、大きい感じのね、なんかこう結構ね、そうワイルドなんですよ。ドンタンドンドンタンみたいな感じ、スケール大きいんだけどその言葉がスキップしてタタタタと乗っかってる、あのあいみょんのこのサカサカサカした感じがねよく出てるかなと、歌詞の内容もあるのと、だからこれなんかすごくイメージがねこうつきやすいんで、ぜひ皆さん大いに歌っていきましょう。こんな時だからこそ音楽やりましょう。我々には音楽があります。笑顔で免疫力を上げて周りの人にもねこの豊かさをね、まあ、ぜひこの YouTube ガズレレ YouTube ご活用していただいて広めてください。よろしくお願いします。さあ最新情報ですけど、今いつも使ってるこのガズのわがままウクレレ事前予約注文販売今受け付けております。これをですね本当に皆さんいろいろ品切れになったりまた入ったりと思う繰り返してるんですけど、本当にねこれいいものなのでぜひ皆さん手に取っていただきたいです。このウクレレのことの詳細ここにリンク貼っておきますんで、ぜひご覧になってください。よろしくお願いします。あとはあのいつもお伝えしているこのね、コンサートウクレレも入るガズレレのリュックサック、これも本当に多大なるご注文をいただいておりまして本当に嬉しいです。これはですね本当によくできてまして、これしっかりした分厚いねあの楽器用のこの、 あの分厚いあの緩衝材が入って、これ中にいろんなポーチが入ってるんですよ。脱着可能な、これは譜面台入れたりとかなんかね、あのギタースタンドだったりこうちっちゃいポーチもあります。これ脱着可能な、このポーチはチューナー入れたりとか、そんな感じでまずこう横にも持てるし、リュックサックにもなるし、はい、プリントも入ってます。こんなのとか、まあ、このガズレレの帽子だとかね、あのね、そうです。あの、アプリがあるんだ。ガズレシピというアプリがあります。これもね、もうパワーアップしてます。これは、スマホとかタブレットにぜひ入れといてください。そしてですね、この、いつも私が言ってるリットミュージックのこの本、大好評なんですけど、こっち今ちょっとアマゾンで売り切れになってます。アマゾン以外の、EC サイトで売ってますんで、でもこれ大ヒットで今5万部ぐらいに迫る勢いなんですけど、いよいよ出ます。6月に。この本、赤い本が6月出ますよ。今予約。はあ、開始中ですんで皆さんフォローの方よろしくお願いします。そんなことすべてガズレレ .com ホームページに載っておりますので、ぜひともこのガズレレ .com ホームページチェックしまくってください。私ブログも書いてますからね、そのブログもいいこと言ってんですよ。よろしくお願いします。こんな時だからこそ音楽やりましょう。僕たちには音楽があってよかった。よろしくお願いします。ガズレレ YouTube 引き続きよろしくお願いします。それでは皆さんごきげんよう。さよなら。